札幌市中央区の北濃ビルに入る札幌コンタクトセンターで、日本郵便の関連会社 JP2way コンタクトに所属するコールセンターのスタッフ5人の感染が確認されました。17日に60代の男性が、また20日には40代男性と20代女性が、そして昨日は30代男性2人の感染が確認されました。昨日夜にフロアの消毒作業は終えていて、現時点で他のスタッフの発症や感染は確認されていないということです。コールセンター内での集団感染に当たるかどうか、札幌市保健所が調べています。